ヨハネス・ポー・ピッツヨハネス・ポー・ピッツはドイツの政治家。1944年7月20日のヒトラー暗殺未遂事件に関与。人民裁判所から死刑判決を受けて刑事した。ライプツヒに薬剤師の息子として生まれる。ローザンヌ大学、ライプツヒ、ベルリン大学、ハレ大学などに在学し、政治科学や法律を学ぶ。 1907年から1918年にかけて下級政府弁護士として活動。1918年にコーネリアスロットと結婚。3次を設けた。第一次世界大戦後の1919 19年に国会議員となり、財務省の数密顧問官となる。さらに1925年から1929年にかけて財務省の次官となり、しばしば財務省。 ルドルフ・ヒルファーディングの下で働いた。1929年に政府を批判して一時的に職を離れた。また1922年からベルリン大学で税法と金融科学の名誉教授を務めた。クルト・ホンシュライヒャー内閣で無人所長として入閣し、またプロイセン州財務省に任じられた。1933年4月21日に アドルフ・ヒトラー内閣下でもプロイセン州財務省に任じられた。1937年1月30日に黄金な地党員バッジを授与され、同時に国家社会主義ドイツ労働者党に入党した。1938年11月、反ユダヤ主義暴動、推奨の夜におけるユダヤ人迫害に抗議し、プロイセン州財務省の辞職を願い出ているが却下されている。 ポーピッツは、保守的で、君主主義的な人物で、皇帝ウィルヘルム2世の長男ウィルヘルム皇太子を、ヒトラーの後継に据えることを考えていた。1938年からカール・ゲルデラーを、中心とした反ヒトラーサークルの活動に参加した。ポーピッツは、ヒトラー打倒後のドイツの青写真を描くものの中心人物だった。新しく定める、予定のドイツ憲法の起草に当たった。 その内容は非常に権威主義的だった。1943年秋にはハインリヒ・ヒムラーと秘密交渉を行った。ヒムラーはポーピッツに連合国と秘密の講和交渉を行えるように取り計らってほしいと求めていた。1944年7月20日事件後、7月21日にベルリンでゲシュタポに逮捕された。 10月3日にローラント・フライスラーの人民裁判所にかけられ死刑判決を受けた。ヒムラーは、ポーピッツを、なお連合国との交渉に利用できるとみて、死刑執行をしばらく延期させていたが、それがありえないことが判明し、1945年2月2日に公主刑に処した。ありがとうございます。